ホープフルステークスの予想です。どうも、どの山本です。いやー、有馬記念ね、あのドーデュースが見事なね優勝でした。はい、いや本当に見事としか言いようがないです。もう僕の予想はね、タイトルホルダーが本命で、まあ、ドーデュースは3着付けにね買っていたんですけれども、まあ3着あるかなって思ってたんだけど、まさかね勝ち切るとは思わなかったし、しかも大外のね、あのスターズオンアースが2着に来てと、僕のね予想をね、全然ダメだったという、まあここまでなら頑張るでしょうみたいなのをね、2頭とも超えてきてね、うん、で僕の本命のタイトルホルダーはちゃんと自分の競馬をして、まあ頑張ったと思います。3着だったけど結構頑張ったね、まあいい引退レースだったかなと思います。はい、まあ何はともあれちょっと外してしまったんでね、あのホープフルステークス年内最後の JRAG1 ということで、ここでねしっかりと当ててね優秀の美を飾りたいんですけれども、今回のホープフルステークスなんですけど、見えちゃったんですよね。今回のホープフルステークス勝つのはセンチュリーボンドです。はい、まあ、またしても武豊なんですけれども、あのね、やっぱりこのホープフルステークスね、まあ、2歳 G1 でちょっとね判断材料少ないし、まあ、対戦相手とのね、その力の差っていうのもちょっと分かりづらいから、どうしてもデータに頼らざるを得ないんだけれども、結構ね、皐月賞とかと同じコースなんだけど、やっぱり結構時計がかかるんですよ。まあ、季節的なものなのかも分からないけれど、だからやっぱり時計のかかる馬場での成績とか、あとはやっぱり 2000m 戦のね経験値だとか、あと出走感覚ですね。結構使い詰めの馬ってあんまり来ないから、ある程度ゆったりと走ってる馬がいいっていうのを考えたらセンチュリーボンドかな。まあ札幌でも勝ってるし、ずっと 2000m 使ってるし、まあなかなかいいんじゃないかなというふうに思います。で、対抗が、ゴンバデカーブースが対抗をね、まあ、この馬サウジアラビアロイヤルカップ勝ってるんで、まあサウジアラビアロイヤルカップ勝ってる馬ってまあ例年強いんでね、まあ、この2頭、この2頭かなと。で、買い目はね、ワイド1点、うん、ちょっと何点もパラパラ買ってもしょうがないから、ちょっとこれでね、なんとか当てたいなというふうに思います。はい、まあ、よかったら皆さんの予想もね教えてください。これで、はい、これでいこうと思います。はい、ではホープフルステークスの予想でした。バイバイ。